今から一晩ここに入って鍵をかけて、絶対に物音一つ立てないで。今から一晩ここに入って鍵をかけて、絶対に物音一つ立てないで。ちえみちゃん、こっちだ。春明さん、よかった。大丈夫？谷にはまった。そうか、頑張れ。助けてって。抜けないのね。じゃあ手を。決まってる。とにかくよかった、無事だったんだ。
ああ、なんとかね。ただ、夜中獣みたいな気配がした。聞きたいことはたくさんあるけど、まず それは…え、知ってるの？来て、どうせいつか嫌でも見る。あ、フサイスさん、生還おめでとう、ベンジョマン。ありがとう、温かい布団マン。君たちも無事。いや、いえ、大丈夫です。まだ部屋なんですが。そうか。逆によく耐えれたな。ね、寝られるか。いつ出ていいかわからないからずっと起きて待ってたよ。え、起きてたんですか？いや、あのトイレで寝てごらん。横になるどこ。いや、そうじゃなく、そうか。ちなみに君たちはなぜここに？春ちゃん待ちと見張りだよ。状況がはっきりするまで現場に誰も近づかないようにね。見る？ベンジョマンの家。もち、あんまふざ。ああ、見るよ。これは大丈夫？吐き気とか。吐くものもないし、まあ慣れてるんで。春明さん、そっち系の学部だっけ？まあ一応医学系。すごい、検視とかできる？医学系ってのは医学部以外の類似学部生が見え張って使う表現さ。まあ病理解剖なら何度か見たけど。何がどうなってるのかわからない程度には常軌を逸した傷だよね。とにかくとっとと警察を呼んでプロに任せよう。春明さん、警察は。そんなことはないでしょ。来ないんだ。じゃあ。それも無理なんだ。どうして？バイクも。とにかく負債資産で生存者は全員見つかったはずだから。はるちゃんは僕らが。そっちはお願い。なあ、ちゃん。悪いけど精神的に無理。自分で見て勝手に理解して。無神経だったよ。
橋本さん。あれ見て、よその電線は生きてるけど、食堂のは電話線ごとやられた。外には連絡できないよ。これも見て、狼が2匹村に紛れ込んだ。戦わなきゃいけない。ごめん。ん？気が立っちゃってごめん。まあ気にしないでいいよ。そんなの言わないで。ん？ああ、言い方が悪かった。疲れちゃいるけど、多分普通の人よりは動揺。きっと他のご年配方はもっと殺気だ。春明さん、本当にただの…なんか異様に落ち着いてない？まるでこういうし、多分大事な神経が何本か切れてるのさ。てめえ、生きてやがった。おはようございます。ごめんなさいね。いえ。てめえがやったのかよ。あ？いや、やってないよ。うるせえ、入ってくるんじゃねえ。よし坊、やめろ。匠兄だって言ってただろ、こいつが怪しいって。ガキが出る幕じゃねえっつってんだ。それにここ…あのね、匠さん、あの…大丈夫だ、ちゃんと話は聞く。ナムシンない大根源、ナムシンない大根源。やめえ、タイバ、縁起でもねえ。それより…上松様に預けたわよ、二三日前…姉ちゃん…取って…参ります。ねえ、待って。メイコちゃん、ちょっと待っててね。母さん、皆さん、戻りました。はるちゃん、こっち。リカコさん、ちょっと待ってもらえる？この人、夫妻子春明さん、サラナガ。あ、どうも。こちら、上松理香子さん。回るに末で上松、珍しいでしょ。上藤吉の長者、上松理香子と申します。お見知りおきください。あと、そっちのがメイコちゃん。メイ、こんにちは、よろしくね。あら、で、なんだっつうんだ、ちえみ。私は、夫妻子春明さんを宴に呼ばないことを提案します。ちぃ、勝手言ってんじゃね。そいつが怪しいか怪しくねえかを宴で決めるんだろ。違います、
私は彼がそもそも。何言ってんだ中年、そいつが一番怪しいっつーの。よし君、宴の支度した？はあ、したしなかった人いる？多分はい。宴の支度をしなかったからあの二人は。でも春明さんは受けていない。私は狼様が彼を無視していると思ってる。サラナガから来た人ではあるけど、彼は本当にただ、いえむしろ宴に混ぜれば狼。ばあちゃん、あんたほんまにしたっ？ちなみにしたくって？みそぎ物意味。体を清める。一つの建物に一人で閉じこもる。眠って弱く。じゃあ守ってないですね。トイレに一人で入りましたけど、風呂も入らず一晩徹夜しましたから。わからんねえ、初めてよ。そん、リカ子さんどう思われます？私も新内明神が裁かれないのなら。そういうことです。知恵に分かって。うん、大切な宴一日分。おやさん、どうするんだ？こいつは宴から。おやさん、じゃが山の掟が通じねえなら、わしらさもなくわしがてめえを殺す。ちょっと待て、彼が外されるというのならば。あ、なんで。我々は神藤吉の人間だぞ。野里様、そうはいきません。宴の日に。おっちゃん、その理屈だったら。拝着されたものは話は別だろう。どうして今現在四家に属しているものが。あのよ、気安く呼ぶな、ムロ。行きま。いいえ、皆等しく神内様の手。しかし文句がありゃどこへでも行け。汚れで死ぬのが関の山よ。てめえは。はい。匠、奥。そりゃ使えるけど。あんたこっちだ。生け捕りにした獅子を入れとくような檻だ。悪いがここに入っ。拒否権はないって。悪く思うな。みんなが宴をやってる間だ。詳しい話を聞くのも無理。ああそうだな、悪いとは思うが、宴に出んで済むだけで幸運と思ってくれ。ここ横になっていい。ずいぶんずぶといな。単に臆病なだけ。死にたくないだけですよ。みな座りんさった。読み意味の宴を始めましょう。上松様、神内様に献上されたおみきで。お酒、あなたはお口をつけるだけ。未成年者は飲むなよ。一杯くらいどうってことねえよ。やめなさい義継。安永も何か言ってやって。義継、あくまで形だけのものだから。なの。はるちゃん、ジュッてして。
はい終了。僕も終了。僕もこれで知恵ね。ここから大人ね。いただきます。私は存外に昼間から酒が飲めるとは。耐えばこぼすなよ。はいはい、いただき。ザッキーザ一通り回ったか。みんなお話は知っておるね。夕霧が立つとよもつ狼のお印が二つ。こっちゃからあたしらは神内様の言う通り、こうして宴し、従わずば神内様は汚れをください。汚れを受けたくなくば宴に出て。お姉ちゃん、泣きにす殺すという。怖い。大丈夫、私遮って。ええのですよ、小さい子。やれやれ。おいおっさん、くだらねえなら。よっすぐ。お前失礼だが、オリベさん、俺は勝手にグレてんだ。ババを巻き込んでんじゃねえ。義継ぐ、黙れ。ああ、たくみ。殴るっつったら殴る。よしもキヨも一緒だ。言われてんぜ。大人は無駄に根性試しをしねえ。その話、俺らはずっと聞かされてきたが、ずっとわからねえことがある。俺らはずっとここで育ってきた。め、狼様が入れ替わってる。たくみ、あ、なんだよおやっさん。あ、どいつも怪しい。おじいちゃん、春も気をつけ。けだものでも人を騙す。こん中にわし。なんでそう断言で。昔のもんの言葉には。まあいいですけど。安水のパープーの言ってきたことだろう。近持ち。あんたはまたそんな。モッチ、やめとけって。すみません。どうって、話し合いで決めんだろ。話し合いで決まるのかな。しかもこのな。全員が自分の考えを言う。知恵ね、少なくとも全員怪しくないと思う人と決まるはずのない会議を永遠やっても苦痛なだけ。それに耐えかねてみんな偉。知恵は何が言いて。知恵み、あんま心配すんな。俺らは安水の釜。匠兄ちゃんの仲間思いなとこ。その仲間から一人選んで殺すんだよ。もっと嫌なこともあるよ。仲間から選びたくない。自分がそんなに好きじゃ。少なくともそういう理由では絶対に選ばないように。だが俺はそもそも殺すとか頭。匠、それ。ばあちゃんだってこう言い出す。わかる、わかるけどね。あの、はーい、はるちゃん。あの、知恵姉が連れてきた。言ってるそばから。僕はないと思うよ、勘だけど。匠に、あい。ああ、怪しいと思ったさ。しかし、それにあいつは変なやつだが、ああいうこ。それは私も賛成だけどね。とにかく。それだって好みで選んでることに他ならんだろう。じゃあ清之助さんは。結局こういった場で決め。民主主義万歳ってわけです。私はそれ以外にこれだけの。第一、話し合いで納得というの。そうでなければ安水の有力者とは。ま、当のお偉方本人が狼。野里さん。言っておくが、私は死ぬのはごめんだ。それならば。せ、俺は反対だ。多数決だ。そりゃ結論。俺はやっぱりちゃんと話し合って決めるしかねえと思う。ちなみに話し合いをする。タイバーちゃん、宴には。そうよ、ヘビ様。さ、詳しいこと。ヘビはあの、うわっ、ジジ。ヘビはあの猿だけ2匹おる。ガラスはくくられたもんが多く、雲は狼から人ば。その通りじゃと。おお、あんたこれを知っとったのです。おじいちゃんのことは置いといて、じゃあこの中。それってどういうこと。ただ昔話になぞら。春ちゃんや、
そんなの信じてるだけでしょ。そんなことはない。そんなの。ハルちゃん落ち着く。うん。真偽はともかく今は分かってること。さっきのお守りのカゴの。若い子はもっと。蛇は見破る、猿は手を取る。蛇は大衆に紛れた狼を発見することが、猿は守護する者同士が狼でないことを確実に知っている。猿は、カラスは死んだ者が狼かどうか。貧乏くさいよな。黙れ。そしてクモは。そうですね。でも実際はそれぞれ。蛇は夜、他の生きとるもんの名前。翌朝、それが人。猿は二人おって、加護を受けた時にもう一人の猿が。カラスは前の日にくくられたもん。クモは他の生きとるもんの名前を何かに書いて枕に敷けば、そうしてお守り様方の力を、狼様をみんなくくれば勝ち。お、ヤス君。わかりました。そもそも私は。とにかくそれじゃあ。それはどうかな。三車家の縁者は宴でお守りが誰に。じゃあ下手に明かせば王か。んなこと言ってたらそれこ。そうかしら。だあ、めんどくせえ。みんな聞いてくれ。蛇な。え、巧みに言い忘れておったよ。お守りはね、お力をお借りするならば頼っ。そう、俺にも印があった。蛇は見破る。じゃあ。いや、さっき言ったじゃろう、頼りにして。え、明日。そうじゃ。一つ聞い。なんだよ。君はどうしてそんな極め。どうしてって、他に決める材。聞いた限りだと蛇の能力はとても大事です。狼だから。それを簡単に明かしてしまうと匠兄が危ないってことに。そんなもん怖くねえよ。なぜ怖くないと言えるんだね君は。なんだ化け物。今のは言葉のあやだ。勝手に決めてん。わかるぞ。この場で何か言えば、明かさなくていいことは明かさずに。そうですね。今私が喋っている。黙れ兵六。な、匠兄が正体を明かしたことを極力言う。この中にいる雲は正体を明かさずに夜頼りを。これで匠兄。いいんじゃねえか。ヤス、匠は今日安全になる。匠兄ちゃんが明日調べた結果は。そうなるね。匠兄ちゃん、誰を調べて。そんなもん決まってるさ。じゃあ今日はそれでいいんじゃない。本当に何かまずいと。別に。それはわかるけど。どうして。匠兄が誰かを調べて、その結果が。嘘なの。ふん、合理的だな。別に匠兄ちゃんに限らないでしょ。あと利点がもう一つ。誰を優先的に。そうだな、そのくらいの話。僕はちょっとわからないけど。それでは私を調べてもらえないか。正直なところ。なくったって喋るんじゃん。じゃあ器用を調べる。それでいいか。異論はねえな。じゃあ今日は本当に。ああ大丈夫だ。これで解散。本当に寝てる。今日のは終わったぞ。それはよかった。え、いたたたた。その、宴とかっていうの。いや、よ。なるほど。春明さん、くちばしのつ。うん。どうやら純然たる被害。ああ、そうだな。頼む、俺を。片付けってもしかし。そうだね。タエバーちゃんあたりが、読み人はサラナガに流せとか言いそう。じゃあ早速。場所を移そうか。邪魔が入らない場所に。ここは。
私たちの信仰の中心はある意味ここ首吊り松の墓所。